第18位メローガーデン&カナール。マンションマダムが集う東戸塚のケーキ店メローガーデン。一番の注目商品は人気のプリンとロールケーキを一度に味わえるプリンロールケーキ。早い者勝ちの限定品です。戸塚駅前にあるカナールは36年続くお店。お客さんの要望に応え続けた結果、今やケーキの数は70種類にも及びます。20年以上通い詰める達人におすすめをご紹介いただきましょう。かぼちゃのすごい自然な甘みと生クリームがすごいマッチしてて病みつきになります。チョコレートの苦みとオレンジの爽やかさがさっぱりとした感じでいいです。国道1号線バイパス脇の第17位店舗ハンズ横浜。家電のお店かと思いきや、実はこちら厨房機器専門のリサイクルショップ。そこで数ある商品の中から仕入れ担当肥前さんにおすすめしていただきましょう。中華料理では一流店から仕入れたオーブンをチャーシューから北京ダックまで作れます。カレー専門店を開きたいならナンを焼く釜、インド製で27万円とは貴重品。なかなか直接の本場のものはありません。さらにはこんな商品まで。かつて川崎方面のクラブで使われていたもの、今や激安。そこで何もあるんだここ。明日の女王ほうその1。明日アドマチを見たと言っていただいた方、先着1名に限りこの寿司屋さん1軒分セット。ほとんどがこちらで扱う信頼を受ける中古品です。新品の場合約300万円相当のものを120万円で購入できます。買っていただいた方には新品の縦型冷蔵庫を1台プレゼントさせていただきます。寿司屋をオープンするべし。夫が出かけたこの街は、そう、奥様の世界です。第16位ママさんサークル。戸塚のサークルガイドによると、数ある中でも特に多いのはママさんコーラス。その一つが戸塚幼稚園で、10年前から卒園生のお母さんが中心となって活動するグループ。つぶやきを歌う会では子どもたちの何気ないつぶやきをまとめた本を出版。その文章に曲をつけて歌っているのです。できるっていうところですが、母親同士にも友達ができるので楽しく過ごせます。レッスンの後はお楽しみの奥様ランチ。1時になれば幼稚園の子供たちのお迎えです。以上20位から16位でした。それにしたってね、戸塚は多いんですよ。区の方に登録されて戸塚だけで402、変わったところだとね、大正ごと紙粘土、エスペラント語とかね、フラダンスとかダンス系とか。もちろん、はい、もちろん、ね、あのダンス系は33あります。33、ダンス系だけど。ケーキが美味しそうだったのがメローガーデンとカナール。カナール、かぼちゃはさっき出てたじゃないですか。ここに来る前に食べてきたんですよ。うん、いや、そうじゃない。僕にカナール一回だけ行ったことあるんですけども、クロークムシューとかいうねピザみたいなやつを一回食べたことあるんですね。一回だけ。それはあの一回だけ。そして店舗ハンズ横浜。どうすんの？お寿司屋さん一軒。ディスカウント今ちょっと頭の中で店舗はどこがいいかな考えさせた。これも横浜の風景、都会の喧騒を忘れさせてくれます。第15位舞岡公園。およそ30ヘクタールという広大な園内には手つかずの自然が残されています。移築された古い民家のほか、全国でも珍しいのは園内にある広大な田んぼ。市民が田植えから稲刈りまでの農作業を体験できるのです。今年も豊作でした。戸塚には今も10軒の酪農家が点在。その新鮮さが人気です。第14位アイスクリーム。オノファームは横浜最大級の牧場。生産者のオノさん自らが作ったのが横浜アイス工房。搾りたての濃厚なミルクを使ったジェラートが女性に人気です。種類も豊富。一押しは横浜名産浜梨のジェラートです。
もう一軒、東海道線から見える飛騨牧場、60年以上の老舗牧場も昨年アイス工房メイリアをオープン。搾りたての味を楽しむにはやっぱりソフトクリーム、癖になる美味しさです。第13位、明治学院大学&公文国際学園。明治学院大学は東京白金が本校舎、緑豊かな丘の上に立つ横浜キャンパスでは主に 1,2 年生が学んでいます。あの公文式学習法の創始者が創立した自由な校風の公文国際学園。中高一貫教育のこちらでは国際性を身につけるため毎年ヨーロッパで開催されている国連シミュレーション会議に日本で唯一参加。 ESS 部は来年の参加に向けて今からディベートの特訓中。 I'll start again. Like CNN is only showing one side of the world. We like to be influenced. I mean, 皆さん頑張ってください。雰囲気も味も抜群、戸塚の迎賓館ともいえる炭火焼きの名店を発見しました。